はい、トールです。日暮らしの泣く頃に GO の最終回を見ましたので、その感想なんかは皆さんと共有していきたいと思います。いや、まさかのがっつりサイド高野っていうね、高野美代に関するこう話をしっかり書いてくれた感じ、僕は旧作をチェックしないとここまでわからないかなっていうふうに思っていたんですけどね。いやー、結構新規に対する接待来てますね。ちょっとお歳暮を送らなきゃいけないかもしれませんね。はい、そんなわけで結構裏側にあったものが見えてきたっていうところと、そしてですね、これで里壊し編が終わりっていうところですね。はい、まあ里壊し編のラストが終わったよ、GO のラストだったよっていうね感じはあまりしなかったんですけど、卒につながっていたってね、そういうところでした。次回期待したいと思います。一応僕はですね、アニメ GO のみの視点で話をしてますので、まあ、旧作をですねこれから見ようかなと思ってる人の楽しみが減ってしまうようなコメントはご遠慮いただければというふうに、思っています。まあ、旧作視点で、ね、話したい場合はですね、まあ、一応注訳とかね注釈を入れていただいてですね、 YouTube の方のコメントは、構わないかなというふうに思っていますので、まあ、なかなか難しいとは思いますけど、一応動画のねコンセプトをね理解していただければというふうに思います。ではねやっていきましょう。ストーリーとしてはですね、まあ、かけら世界をこう行き来する里子とですね、この辺り境界が結構演出的にね曖昧になってきてるんですけど、そしてまあ高菜の話が、まあ、スポットが当たったという感じになりました。はい、なんとなくこうかけらの上に乗っていてですね、なんかこうかけらってこんなでかかったんやって結構衝撃やったんですけどね、なんとなく足場が若干こう不安な感じがね、自分はしていました。とはいえですね、里子がこう鉄平のことを思い出してる描写なんでしょうね、このまま撮るとすると、このあたり良かったですね。はい、触れていた手のことを思い出すシーンですね。そしてですね、まあ一つとしては、まあ、やっぱりこう次回作があったよっていうところは嬉しかったなと思いますね。はい、いろいろとなんていうかこうまあ自分的には焦ってですね、まあ24話5話ぐらいで日暮らしが終わると思ってたんで、でこの出ているね伏線とかね謎の描写を全部回収するのはすごい大変だぞってね、思ってはいたんですが、それに関してもねちょっと焦らずにねのんびりしていいのかなと思ったんで、ね、ちょっと安心してますね。特に自分的にはまあ19話あたりからね、これ回収していくんやとするとって、ね、思うとね、結構焦ってたんですが、まあまああの今までとね10話ぐらいまでと同じようにのんびり追っていけるのかなってね、このあたりまあ感想系 YouTuber として話をしていけたら楽しいのかなと思ってですね、7月からのシーズンも楽しみに待っていきたいというふうに思います。はい、あとですね、まあ、話としてはですね、まあ、鉄平を利用するという流れですね、前回の話からつながっちゃったってことですね。はい、鉄平と里子の、ね、ハートルするストーリーを、見てみたかった気がするんですけど、まあ、里子的にはね鉄平はねもう利用する道具でしかないような感じで、わかりましたね。ただまあ、こういうスタンスでもう里子がね言ってるっていうことは、たたり魂編の裏側はほぼですね説明がつくわけですね。特にまあ里子は編の後に猫魂編が来てるんやとする、たたり魂が来てるんやとするとほぼ説明は、ついちゃうかなというふうに思いますね。はい、まあ、お地蔵様に対する態度とか、まあ、高圧的な先生に対する態度とかも、まあ、里子にですね、嘘を吹き込まれて自分が里子を守らないとってね、思ってるんやとすると、周りに対する威圧的な態度っていうところもですね、なんかこう持っていきようによっては普通につながるやろなっていうところで、これも一つの答え合わせになってたのかなというふうに思いました。とはいえですね、続き書かれそうな感じもするんでね、結構思っていたよ以上にこう日暮らしはあの親切設計なのかなと自分は思っています。そして今回ですね、高野が改心した理由についてもね書かれましたね。この点はその猫魂編のあたりで、一応自分もなんか答え合わせというかね、予想を立てていたところだったんですが、まあ順当にですね、高野が改心した理由として出てきてですね、まあそれが回収された。綺麗に答え合わせをね丁寧にしてくれたんでね、ここも親切だなと思いました。でただこの鉄平についても高野についても自分が良かったなっていうか押さえておきたいなと思ったのが、今までの惨劇とかひどい目にあったっていう経験自体がそのままそのなんていうんですかね、改心した理由ではないっていうところがいいかなと思いましたね。はい、
まあ言ったらこう今回の高野はフラッシュバックがきっかけで、まあ行動が変わったのではあったんですけどね。もともとこう自分の悲惨な運命というのが、若干見えて不安になってはいたんだけど、それ自身が改心のきっかけじゃなくて、ちゃんと高野は高野なりの動機を持っていたので、恐怖とかでやめるんじゃなくて、昔のことを思い出しておじいちゃんのね、アルバムをついめくってしまった時に手紙を見つけてしまって、そこから、まあおじいちゃんの思いっていうものを受け取ったんですよね。でそれで、自分がもうやめようかなっていうふうに、まあ、引き返した改心したっていう流れに、なったんだと思うんですけど、いやまあ関係ないんですけどこの服装すごいですよね。はい、なんかこうやっぱり入江先生のこうね、危険な趣味をこう自分は感じずにはいられないんですけど、話がねちょっと、ね、飛びましたね。そんなわけですね、これ自体がですねフラッシュバック自体が原因ではなくておじいちゃんの手紙をね、読んだって、つまりフラッシュバックはきっかけでそこから手紙の、ね、気持ちを受け取る、体状態にね自分のこうコンディションが整っていたっていうところだったので、あこれいいなと思って、そう考えると鉄平に関してもその何回も惨劇の中でひどい目に遭っていたっていうのもあったんやけど、でもこう意識が里子に向いて、そして里子に対する保護者の心、まあ、愛情に近いものですよね、これがあったことに気づいたからこその前回の鉄平やったっていうふうに、考えるとですね、これはやっぱり単純にかけらの記憶によってですね、まあそれがね改心にそのまま結びついたっていうわけじゃなくて、まあもともと本人たちの中にあった、改心っていうそういうルートをですね、まあかけらがきっかけで手繰り寄せたっていうね、そういう形なのかなというふうには思いましたね。はい、まあ高野に関してねどこまで何かをしようとしてたかっていうのはまあ新規アニメ勢的にはよくわからないんでね、単純にこうおじいちゃんの論文がどういうものやったのか、なんか病気のロジックっていうか、まあ、病気のその因果関係とかを証明したかったっていうところなんかでも、まあ、エヴァさんが言うには神になろうとしていたみたいなことを、言っていましたからね。はい、あとまあ鳥かごっていう表現がその里子や栄養さんが言ってる鳥かごの表現と多分高野さんが言っていた鳥かごの表現っていうのはですね、違っていたことなんでしょうね。ひなとかっこの話っていうのもねこれまでちゃんと回収されたんでね、自分もなんていうか猫だましの時でしたっけ、たたりだましの時ではないですから多分猫だましですかね。はい、高野おこのぎさんでしたっけが、まあ、ひなが格好に気づいたかって言ってた時に、まあ、今回のストーリーみたいな話をですね、考察でしていたので、これも綺麗に回収されて嬉しかったんですけど、まあ、同じように鳥かごっていう表現を使ってはいましたけど、意味は違ったのかなというふうに思いました。だから、その辺で言ったら、高野さんがどこまでね、迫っていたのかっていうところは分からないところではありますね。はい。ともあれも、改心に対するこの道筋はしっかり書かれた。よかったなと思いました。で、まあ、高野ね、自体がですね、なんていうか、里子と同一人物というか生まれ変わり、そういった存在ではなさそうな感じがありますね。自分以前にエイヤさんは高野と里子を混在してるんちゃうかとね、言ったんですけど、まあ神様的に言うとね人間なんてね同じような顔してるんですよみんなね。はい、そんな感じでねもう神様に会ったらいつもそんなことを言ってますからね。でそんな感じですね、まあ里子と高野ね区別ついてないからなんかこう久しぶりだなみたいなこと言ったのかなと思ったんですけど、ちゃんと高野を高野として個別で識別できてましたから栄養さんをね、そんなわけで、まあ、高野と里子は別の存在であることは分かっていたっていうところですね。ただ、それにしては結構影響を強く受けていたわけですよね。里子と高野ってほとんど関わりなかったはずなんですけど、でもまあ鉄平にぐらいにはね、てっぺと同じぐらいには影響を受けていたっていうところになってきますので、この辺がこう神に近づこうとしていたっていう高野が里子とつながりが強かったっていうところが、まあ想像できなくはないっていうところで、ここが埋まっていくのは面白そうな、そんな感じのことをしましたね。はい、でまあやっぱりね思った以上に新規に優しいやんって、そういうとこですね。はい、結構こうひなみざわ症候群とかですね、裏側でやろうとしていたね、組織の動きみたいなやつがですね、まあなんとか猫だましでね想像できるかなっていうところでねいろいろ考察立ててはいたんですけどね、より正確な形でね示してくれたんでね、この辺は結構ね安心しましたね。はい、
あとやっぱりこう神様にこう里子が近づいていく感じというかね、だんだん人ならざるものにね、近づいてる感じがあってですね、なんとなくこう前回のですね、里子可愛いなと思ってる鉄平の気持ちにも寄り添えたんですが、それはそれとして、それをまあ簡単にこうね、踏みにじることができてしまう里子、まあ表向きにね見るとね、表のストーリーで見ると、どんどん人間性を失っていく里子っていうところで、こう悪人かどうかは置いといて、もうちゃんと悪役に、なっている感じがね、はっきりしましたね。はい、このまま卒に突入っていうところで、おお、特に意外性はないんですけど、まあこの点がねはっきりしたっていうのはね、面白い構造だなと思いましたね。はい。そしてまあなんというか、それでもやっぱり理科のことがね大好きだったっていうところなのでね、この執着はどこから来るんだろうっていうところですよね。はい、この目がね赤い状態でですね、なんとなくあの前回の神経衰弱で喜んでいたみたいなポーズを取られると、なかなかこう複雑なものがあるんですけどね、このちょっと得体の知れない感じすごい良かったですね。あとですね、まあその進化する能力っていうんですかね、なんというか里子の力がもしかしたら一歩進んで進化してるのかなっていうところにも、見えましたね今回ね。言ったら悲劇のまあこの惨劇のルールっていうのが僕はまだいまいちよくわからないんですけど、まあおそらく高野の意思だとかですね、そういったもの、いろんなこう惨劇が起こるための条件っていうのがあって、それがどんどんとね、里子がループをまあ繰り広げていく間に、どんどん解消されていってるんだろうなっていうことだと思うんですが、ともあれ里子は里子ですね、なんかそのねトランクをパチパチやって暗号をこう解読していくみたいなね、すごかったですね。はい。パスワードを一つね打って、間違っていた時にエラーがかかって、多分長期間ロックみたいな、そういう状態になるタイプのパスワードだったんでしょうね。だから人をね一つずつ、押して回収していけるってことなんで、5桁であればまあ5回やって、いや死ねばですね、パスワードが開くね。8桁であればまあ8回頑張ればですね、だいたいパスワードはね開くっていうところになると思いますね。はい。少なくとも里子がこれを覚えてられるっていうことだと思います。そんなわけでですね、まあ前回の神経衰弱みたいな感じで、やっぱり、これほんまに死んでんのっていうのは怪しく思いつつもですね、少なくとも神経衰弱よりはですね、このパスワードを知ること自体はですね、めちゃくちゃメリットがね大きいことなんで、里子が死ぬだけのねリスクを犯してもね OK かなというふうには思いますね。はい。自分はねこう認知に干渉するタイプの力なのかなって前回に思ったんですけど、まあ、パスワードに関してはねそうじゃないっていうことだと思うんで、これは確実に死んでる可能性は高いですね。はい。ただまあなんていうかこう違和感もあるんですよね。つまりトランクの存在は知っていたっていうことは、里子が今まで見ていなかった人物の映像は見れるっていうことですよね。そのまあ前の回でですね、まあ多分鬼魂とか鬼魂編に近い世界の記憶を見た時に、レナとそのミヨンが殺されてる、ケイジに殺されてるシーンに、あの場に多分サトコっていなかったと思うんだけど、あの場にいたようなですね、感じでですね、つまり自分の本来の視点じゃない視点も拾えてたんですよね。うん、だからそういう風な感じでこう神の視点でかけらを見ていたのかなと思ったんですけど、だとするとこのパスワードのね番号も知っていて叱るべきだなと思ったんですけど、なぜかトランクがここに存在することは見えていたんだけど、パスワードの解読はですね、パスワードの番号は知らなかったっていうところなんで、ここちょっとね、拾った方がいいことやったら拾った方がいいのかもしれないし、気にしない方がいいんやったら気にしない方がいい、かもしれない小さな違和感かなというふうには思います。ましたね。はい。まあコメントでいただく説とかと絡めて言うんやったら、里子は別の能力を持っていてですね、まあ里子が2人いるとかですよね、そういうやり取りがありますよね、つまりまあジョジストリックがあるという、そういう部分になってくるんだと思いますが、ともあれですね、ここで描かれている能力はですね、若干一貫性がないようにも見えるっていうところですね。はい。この辺埋めていくのも楽しそうな感じがします。で、まあ、里子が望んでいる世界にたどり着く、結果を求めることができたとしてもですね、でも最終的にはなんかこれエウアさん始末しなあかん、そんな気配プンプンしてきませんか？どうですか？はい。だってその里子が望む未来に、たとえリカと一緒の未来にたどり着いたとしても、またその巻き戻すための神の存在の介入があったらね、里子やリカの感知しないところで別の未来に、持っていかれてる、改変される可能性もあるわけで、なんかつまり今いる世界で自分たちが殺されてしまう可能性もあるわけで、
ちょっとこれは気をつけないといけない部分じゃないっていうふうに考えると、やっぱりエウアさんをなんとかする必要はありますよね。はい。そんなわけで、まあ、里子が現時点でそこまで考えてるっていう可能性も、あると思うんですけど、黒幕が別にいるんやとすると、まあ、その辺加味した上での黒幕の、思い通りっていうふうになるんじゃないかと思いますね。はい。そんなわけでですね、まあ、ケースとしては僕は猫騙し編はもうとっくの昔に終わっているっていうね、ケースもあるんじゃないかなというふうには思っていますよね。はい。そんなわけで、まあ、猫騙し編も含めて、この里子のループも含めてですね、すでにこうね、何回か繰り返されている可能性は普通にあると思います。あとですね、まあ、今週の、まあ、豆腐要因ではあるんですけどね、はい、豆腐ですね、戦いの寄付と書いて豆腐と読むっていうね、名のこっちゃですが、今回の、まあ、豆腐要素としてはですね、まあ、出汁の話、出汁の話がね、出てきましたね。はい、私が出汁にされていたっていうところですね、まあ、出汁を取った後捨てられるからって言ったら、里子はね、煮干しもそのまま食べれますよっていう、なかなか気の利いたね、返しをね、してくれるんですよね。こういう感じの里子で僕は十分いいんですけどね。はい、そんな感じでね、出汁の話が出ましたが、まあまあね、出汁といえばですね、味噌汁だなと思ってですね、なんとなくこう豆腐の味噌汁を思い出したんですけど、まあ強引ではあるんですけど、そのあそこまでここまでその日暮らしにおいては料理っていうものの描写にかなり力が入ってるのに、それがねあんまり納得いく形で回収されてないんですよ。結局日暮らしの泣く頃に豪が終わってもまだその料理描写に関する、まあ、関する回収ってあまり行われていないんですよね。うん、そんなわけでなんかつなげてみたいっていう気持ちにはなってくるかなと自分は思いました。はい、まあまあ今回のね、まあポイントとしては以上なんですけど、まあ普通にこう見ていた時にですね、あの時代感を感じる描写っていうのが今回多めでね、楽しかったですね。はい、野村さん出てきましたけどね、これもなんかすごい人っぽいですけど、ここもやっぱりまあ、あの政治利用っていうところにですね、高野さんがね、使われていたっていうところなんで、まあ格好とひなの話の回収っていうことなんでしょうね。はい。まあ高野さんが、スケープゴートになってしまったという流れですね。だからまあ、まあこの場合ですね、今回は高野さんが生贄されてしまったけど、例えばあの猫騙し編の最後のところとかそうですよね。高野が自首したことによって、した場合は逆にこう野村とかもですね、しょっぴかれるっていう流れになりますので、まあ今後書かれないにしても別にいいのかなと思いましたけど、わざわざ最終回で書いたってことは絡んでくる可能性も、ちょっとありますよね。はい、そんな感じでね、普通に電話をしてるんですけどね、この電話社内電話ですよね。めちゃくちゃ金持ちの時代についてたやつですよね、多分ね。はい、そんな感じでやっぱりめちゃくちゃ権力のあるね、政治家だったなっていうのをね、分かりますよね。はい、1984年ですもんね。そうだから社内電話はそうなんですけど、携帯電話がこういう状態なんですよ。めちゃくちゃでかかったですからね。10年後ぐらいになると携帯電話がトランシーバーぐらいの、大きさになっていたかなと思うんですけど、まあ、この時代の携帯電話もね、すごいね、あの最前線のね、軍事的なものとしてね、開発されていたものですからね。はい、こういう感じの時代感良かったと思います。まあ、他にもですね、まあ、高野さんの、まあ、この頃のそうなんですけど、このなめかたアイランドですよね。なめかたアイランド駅、なめかたアイランドのために駅が、できたっていうところが、こう、時代的にね、調べたらね、載ってましたね。それがまあ、70年代ぐらいの、ね、タイミングだとして、まあ、高野さんが子供の頃に多分ね、このなめかたアイランドにおじいちゃんと一緒に行ってですね、おそらく駅が開通した、頃だったから駅と一緒に写真を撮ったのかなというふうに思うと、もうこういう時代感ですごくいいですよね。はい、フラミンゴのショーを見に行ったんでしょうか。こんな感じで読み取れる部分は楽しかったですね。他にもまあ、前からそうではあるんですけど、この、その視力検査の紙ですよね。はい、まあ、入江診療所にあったっていうところなので、普通に、猫騙し園にも出てきたんですけど、なぜか、セントルチア学院の、まあ、まあ、保健室にもね、あったんですが、これのですね、色の部分のチェックの部分がね、ついてますよね、これ。色弱テストをするための、これ、チェックのね、テストの分なんですよね。
はい、この検査するための、ものって昔すごい昔は確か視力検査の時に子どもたちにやってたんやけど、色弱っていうものに関する偏見の問題で一旦こうね、消されて、で最近になってまた復活したみたいな、経緯があったと思うので、まあ、その流れでですね、時代感を感じれるのはなかなか面白いなと思いましたね。はい、そんなわけでね、時代的な拾える要素が、多かったのもなかなか、いい回だったなというふうに思いました。そんなわけですね、まあとりあえずは自分はもうここまでね、新規に優しくしてくれるんやとすると、まあ新規視点のままですね、まあ卒までね、3ヶ月あるんで旧作チェックするのもありかなと思ったんですけど、まあともあれ新規でね、そのまま行っていいですよっていうメッセージを自分は公式からね、感じたっていうのと、まあその旧作含めたね、視点で言うとですね、考察動画とかね、感想動画出されてる方たくさんいますのでね、自分もまあ新規視点のまま行ってみるのがね、役割かなというふうにとりあえずはね、思っていますので、そんな感じでやっていこうと思います。いやー、7月楽しみですね。そんなわけで、行きましたが、まあ、新規としてね、一応こう GO が終わって、押さえておきたいなっていうところ、さらっと紹介しておきたいなというふうに思います。まあ、まずですね、シオンとかレナの人格に関してね、ややこう不鮮明な感じがありますので、この辺はね、卒における、まあ、深掘りがされたら嬉しいかなというふうに思いましたね。現時点でこの2人をこう黒幕的なものに見るっていう視点は新規としては自分は全くないですね。はい、そしてですね、羽生の捉え方に関しては全くわからないままっていうところで、ここはある意味、おって思うところではありますね。まあまあ、捉えようによっては不満点でもあるかもしれませんが、つまり、なんというか、新旧の認識の区切りとしても意味不明なんですよね。旧作勢はこういう風に見えてるんやろうなとか、旧作勢やったらわかるんやろうな的な感じでもないんですよね。羽生がぶっ物理的に存在してるんやけど、いつの間にか消えていたりやとか、この部分の捉え方はですね、なんか、あ、これは旧作要素なんだなっていうような、その区切りの仕方もできない感じで、書かれているので、これは謎だなってね、そんな感じなんですよね。はい、赤坂とかはもう、あ、これ完全に旧作要因なんやなっていうことで普通に割り切ることができるんですけどね、羽生に関してはね、やっぱりわからない部分が多いっていうところなんで、この部分に関してはやっぱりね、残ってる、気がかりな部分ではあります。あとですね、まあ、ひなみざわ症候群に関してなんですけど、まあ、新規視点で言うと、ひなみざわ症候群に関してはね、全然書かれていない要素っていうところを何回かお話はしているんですけど、今回ですね、医学的な証明は難しいものらしいっていうところがね、書かれていましたね。やっぱり存在するのかしないのか、ふわっとしてますよね。そう。まあ、だからといってファンタジーなものとして捉えるのも微妙なとこですよね。寄生虫みたいなことをね、赤坂も言っていましたし、今回脳に寄生みたいな話も言っていたので、この辺すごくふわっとしたままなんですよね。で、特に新規視点としてはですね、ひなみざわ症候群の悪化条件がね、示されてないんですよ。注射を打たれるとそういう状態になるっていうことはね、分かったんですけど、つまり自然悪化というかね、自然発症するための条件があんまりよく、分からない感じになっています。まあ、ガスマスクをしていたりするので、まあ普通にこう空気感染する可能性も、ね、飛沫感染か分からないんですが、あるんだと思いますけど、この辺がやっぱりはっきり示されていない状態になっているので、まあ描かれたことといえばですね、ひなみざわ症候群が悪化するための要件として一つに、まあ、猫生新編1で理科が言っていた疑心暗鬼みたいなところが、関わってくるのかなっていうふうなことは、つまり、まあ、理科がそれまで認識していたひなみざわ症候群の悪化条件としては疑心暗鬼っていうものが関わってきそうな感じはあるんですけど、これもちょっと気をつけてほしいんですけど、今回サトコが言ってましたよね。リカがその出たい出たいと思えば思うほど鳥カゴはね、強くリカを閉ざして、逆にサトコが閉じ込めておきたいと思えば思うほど鳥カゴは開いてしまうって言ってましたよね。はい、これかけらの記憶がですね、残っていることによって、まあなんていうか、それぞれのキャラクターが改心する方向に向かってしまうっていうことが今回のサトコだったんですけど、でもリカのことをね、こんな風に言ってたんですよね。リカが出たいと思えば思うほど閉ざしていたってね、言ってたんですよね。なんとなく今回のことで言うと、フラッシュバックって疑心暗鬼のトリガーに普通になりそうな気がするんですよね。現に鬼魂編においてケイチってこうリカをレナですね、レナを疑うための理由の一つとしてフラッシュバックがあったと思うんですよ。だからひなみざわ症候群が
その理科が繰り返していた時代においてはフラッシュバックもまた雛見沢症候群の、悪化する要因となる疑心暗鬼のトリガーになっていたというふうに取ることができるんですけど、じゃあこの聡子が繰り返している記憶の蓄積はそのフラッシュバックは雛見沢症候群の悪化、つまり惨劇のトリガー に、まあ、つながる要素になり得てない、むしろマイナスに働いている、これはどういうことなんていうことで、ますます雛見沢症候群ないんじゃねってね、ようなことがね、見えてきますね。はい、そんなわけで、なぜかフラッシュバック記憶のかけらのね、かけらの世界の記憶かはなんというかこう悪影響にならないらしいですよね。このあたり不思議だなというところですね。そんなわけですね、なんというか雛見沢症候群のこう自然発症に関してはなんか新規視点としてはなんかあんまり考えなくていいのかなというか考えないのが正解なのかなというふうには思っていますね。はい、不穏な描写とか登場人物の変な動きに関して雛見沢症候群がの自然発症が理由付けに使われるというのは考えにくいのかなというふうに思いました。はい、そんなわけですね、まあ、分からんところもいっぱいあるんですが、アニメ5はですね、まあ、おかげさまで表向きのストーリーとして、完全にそのまま進んでいるんですよね。で考察していた部分も、綺麗に描写されることで回収されているということなんで、まあ、表向きのストーリーをこのまま楽しんでいくのがいいのかなというふうには思っています。まあ、またねちょっとね気づいたことがあったらまとめたりするかもしれませんが、ともあれですね、まあ、そのままのストーリーを楽しんでいくのが今のところ王道かなというふうには見えていますね。はい、そんなわけで、まあ、卒の、ね、内容、まあ、順当にいけばですね、おそらく、まあ、各キャラの裏側の事情と、まあ、それによってこう改心していく心っていうんですか、が見られるのかなというふうに思うんですね。個人的にはやっぱりこうシオンさんのね、部分が見たいんですが、どうなんでしょうか。あとですね、まあ、サトコがですね、すべての情報を集め終わる、僕はもうすでに理科攻略のシナリオが始まりだしてるのかなって、思っていたんですけど、それはもっと後みたいですね。サトコは、まあ、それこそ理科の心を追い詰めていくための情報集めとしてもですね、バン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 死んでいたんだなっていうところで、まあ、これこちらのコメントの方でね、いただいていたことなんで、皆さんさすがだなと自分はね、思っていたんですけど、サトコはまだ理科の攻略に乗り出していないので、まあ、理科が死ぬ前にですね、死んでも構わないということで、今回のトランクのところでもバンバン死んでいたのかなって、表向きには取れますよね。はい、そんな感じですね。全ての情報を、まあ、サトコが集め終わってですね、よしじゃあここから理科を順番に、追い詰めていくぞってなってからの、鬼魂編が始まるっていう、そんな感じのことを思うのが、まあ、表側の、ね、ストーリーとしては、ね、順当なんかなというふうには思いましたね。はい、そんなわけで、サトコが、全ての情報を集め終わった後に鬼魂支援が始まるっていう風に見たらいいのかなっていう風には思いますね。はい、まあ、そんなわけで結構頻繁にケイチがフラッシュバックしていたのも、そのためなのかもしれません。そしてですね、ケイチがやたらとこうフラッシュバックしていたのは、サトコに22判定されたので、ある意味こう親族的な感じで影響が強くなっていたっていう風にも、取れますよね。そんな感じのことを思いました。そして、まあ、そのまま裏側がどんどん書かれていって猫の魂編のラストでの決着が、書かれるところなのかなというふうに思います。どんでん返しがあるんやとすると、まあ、ここでのどんでん返しが順当ではありそうですよね。サトコがおそらく、何かを思い出す、もしかして猫の魂編も繰り返してねみたいなのを思い出すのか、それともですね、リカはそこまで呼んでいたって思い出すのか、逆に、サトコがですね、リカに鬼狩りで、刺されるところまでが、サトコの、ね、計画通りやったっていう風な、そういう感じのどんでん返しもありだなというふうには思いますね。はい、そんなわけで、その後の先の展開として、まあ、エイワを攻略する、エイワが二度と、ね、復活しないようにするための道筋を作るだとかですね、まあ、対黒幕への戦いとしてリカとサトコが手を組むっていうね、そういう流れが出てくるのも全然面白いのかなっていうのが、まあ、王道の、ね、筋書きなんで、こちらはまあ基本的にはね、まあ、普通に楽しみにしておけばいいのかなっていうふうに思っていますね。はい、でまあ可能性とかとしてね考えるんやとすると、まあ普通にこうサトコは支援も含めて何度もこうサトコがループしてるって考えるのはありかなと思いましたね。はい、これはまあ19話かな18話の感想とかのコメントでもねいただき出してですね、19話20話ぐらいの、ね、あたりにですね、話がいろいろね、まあ深まっていったようにですね、まあそのいろんなこう何回もねいろんな世界の描写がすごい混ざってる、ね、重なってるっていうところは何回も何回もね、
書かれてきてる、様子ではありますし、あと他の、考察動画とか考察のね、コメントブログなんかでもですね、紹介してもらったものではね、そういったことが書かれてる部分もありましたので、この可能性は十分に、高いかなというふうに思いました。はい。でただまあその里壊し編含めてループしてるよっていう、そういう考察の中で、まあ、僕が見つけられなかったのかなっていうふうには思うんですけど、そういう中で、まあ、里子がなんでね里壊し編繰り返したりしてるんやったらそれに気づけないんかっていうところに関しては、自分はまあ単純にこう鬼狩りの竜王で切られたからループが切れてですね、つまり今の里子はそれを経験してないんやけど、過去の里子は同じような里壊し編を経験してたっていうような、認識でいいのかなっていうふうには思ってはいますね。はい。まあただですね、自分的には単純なこうループとして見るというよりは、何かこうね、分かれてる感じがしなくはないんですよね。世界の分岐みたいなのが感じなくはないですね。はい。でまあ、だとするとの出てくる疑問としては、里壊し編を何回もループしてるんやとすると、まあエルヴァが権限したのが今回が初って言っていたのを、まあ、嘘と取るのか、それとも里壊し編じゃないそれまでの里壊し編っぽいループにおいてはエルヴァの力の断片しか使えていなかったっていうことで、今回の里壊し編からの、ね、里子はねスーパー里子になっているんだよね、神に近づいてるんだよっていうところの辻褄も、まあそれだとしても合うと思いますから、別にまあ僕の視点としてはですね、特に困ることはないという感じですね。はい。そんなわけで、黒幕がいるんやとすると、この場面を設定した第三者っていうのがいそうな感じはしますよね。はい。あとはまあ普通にこう考えるとすると、まあ世界はいろいろあって繰り返していることを含めてもいいですし、パラレルワールド的な、世界が想像されている、で繰り返す世界含めて、世界が2つに分担されているっていうね、そういう部分は普通にあるとは思いますね。はい。まあ、なぜそういう、ことを言うのかっていうと、クローバーのマークとかがおかしくなるっていうのは別に世界が何回ループしてもですね、まあ、マークが変わる理由にはならないっていうことなんで、やっぱり変な世界っていうものがですね出来上がっている、何かの世界が分岐している、少なくとも2つか3つには、世界が、ね、分かれてしまっている感じっていうのが、ね出ていますね。はい。だから不自然な描写っていうのはこの辺りを呪術トリックでですね、交互に切り替えて書かれているっていうのは普通にあるかなというふうには思いますね。はい。まあ、この辺のその、何回もループしてるのをこう呪術トリックで見せてるっていう場合と、世界が分岐してるのを呪術トリックで見せてるっていうところが、まあ人によって分かれるとこかなと思いますし、あんまり区別つける必要もないっていう人もいると思いますね。はい。そんな感じです。自分はまあとりあえずは認知をね、狂わせる能力っていうもののね可能性も一応は持っておきたいなというふうに思っていますね。はい。そんなわけでですね、まあまあ自分的には今回まあ動画をいろいろ焦って出したんですけど、やっぱりまあ焦る必要はなかったですね。しっかり続編が、存在していたんで、今後はねのんびりね気ままにやっていきたいなというふうには思いましたね。はい。でまあ自分も神経衰弱の、ね、話とかをしてるんですけど、そのシンプルなロジックでね説明できるといいなって考察税的にはちょっと思っちゃうわけですよね。現状不自然なその描写を説明するための道具がね多すぎるんですね。一つは雛見沢症候群の見せてる幻覚、もう一つは、フラッシュバック、かけらの記憶のフラッシュバックで、もう一つは、そもそもまあエヴァさんがやってるようなそのかけらの世界の記憶をですね、直接こうね、里子に見せたみたいに見せるっていう能力も、実際示されているので、そういったありもしないものを見せる能力っていうものも出されている。それから、里子が今回手にしたですね、注射による幻覚作用っていうね、これ自然発生的な雛見沢症候群とか自分はね、分けてるんですが、っていうところ、そしてですね、まあ、作品自体が、叙述トリック的にね、切り張りされながら、切り替えながら映されているっていう、この可能性ですね。あってですね、まあ言ったら5つ説明できるんですよね。はい。でそれを考えると、何でもありになってしまうんで、できれば1つか2つで説明できるような感じにしてほしいなっていうところが自分のね、1つですね。だから叙述トリックと認知の歪みを使う能力で大体のことはね説明できると思ったんで、自分はねこの2つに、置いてみましたね。はい。そんな感じではあります。つまり、まあ世界が2つに分かれていて、例えばこう認知の歪みの能力が存在してるんやとすると、これの叙述トリックで、絡めてしまえばですね、要するに
全て完全に時系列順位だったっていう説明の仕方もできるわけですよね。はい、旧作があって、その後鬼魂シーンがあって、で猫魂シーンからまでちゃんとあってですね、ちゃんと猫魂シーンの後の話として、実は、佐藤が忘れているだけで、ただ里子はシーンがね、あってっていうところですね。で、まあ、くるくるループしてるものを何回も見せつけられてるんじゃなくて、ジョジュストリックでですね、分岐した2つか3つの世界をですね、交互に見せられてるっていうわけで、実は時系列は完全にそのまんまだったっていう可能性がね、なくはないかなというふうに、思ったりはしてるので、描写として無理があったとしても、自分はその説明のロジックは少ない方が嬉しいなっていう感じで見ていますので、今後もね、そんな感じで見ていきたいなというふうに思っていますね。はい、こっちのトラップマスターさとこはですね、どうやら日暮らしがね、終わりそうにないなって思った時に考えたね、ただのネタですね。はい、こちらも動画出してますんでね、1分で見れますんでね、よかったらというふうに思います。こちらはギャグ漫画日和のソードマスターヤマトの、パロディですね。はい、怒られないといいなっていうところになってきます。あと、今回23話ですね。まあ、前回23話に関しても、感想会のね、コラボをね、撮らせていただきましたので、こちらのね、動画も出してます。もちろん、その情報の精度としてね、高いものかっていうとそうじゃないかとは思うんですけど、そもそもですね、僕の動画って、そういう情報の精度が高いものを出すっていうコンセプトでね、なかったんでね、はい。みんなと感想とか考察を出し合ってですね、その雰囲気を楽しめたらっていうふうに思っていますので、前回のライブの時よりはですね、なんとなく自分のチャンネルにあって、動画になったんじゃないかなというふうに思っています。はい、でこういうのやっぱり、ね、楽しいですからね、なんか他の方ともね、やってみたいなと思いますね。なんか動画とかの、形にしないにしろですね、他に考察のね、動画出してか出されてるね方とかとね、お話ししてみるのが楽しそうだなというふうに思いましたのでね、そういったね方はですね、また連絡いただければというふうに思ったりはしていますね。はい、わからないですけどね。はい、あと自分としてはやっぱりこう新規でも分かる説明の仕方っていうか、新規でもね、新規の視点しかほぼ持ってないんでね、あれなんですけど、旧作の情報とかコメントでいただいたりもね、あとこの感想会においてですね、キツネさんとねお話しさせていただいたりもするんですけど、基本的に自分の動画は新規でも分かる言葉を使っての説明、こういった考察動画とかがすごく少ないんでね、自分的にはこういう動画にしていったらいいかなというふうに思ってますので、またご意見いただければというふうに思いますね。はい、ともあれ卒があるんやったらあんまり急ぐ必要もないので、気ままに、話していくのがいいのかなというふうに思ったりはしています。はい、最後にねちょっとねコメントの方をね触れておこうかなというふうに思います。カットごとにですね、やっぱりこう世界がね違うよっていう描写ね、コメント結構3話か4話ぐらいからね、前からいただいてますしね、そういったね動画もね、結構最近話題になってるようでね、紹介していただいたりもしたんですけど、この辺に関してはそもそもですね、そういった部分もですねジョジュストリックとしてあるんじゃないかなっていうね、自分が言ったところからいろんな説がね派生した感じで見てるんでね、これは、やっぱり見ていて楽しいなってそんな感じのことが、思いましたね。はい、で、世界がやっぱり自分的にはこちらのね要素はあると思いますね。単純にこう、ループの中でですね違う世界がですね描かれているというよりはですね、そもそもがやっぱりなんか変な世界が、分岐しているという可能性はだいぶ出てきたんじゃないかなと思ったりはしていますね。はい、だってクローバー、その世界のね描写がねあやふやになっている、サトコの認識があやふやになっているっていうね、そういう風に取ることはできますけど、だとするとやっぱり認識に対する作用する能力っていうものが存在してるってね、そっちの方のね線を取ってしまうので、そういった能力がないんやとするとやっぱり世界自体が、おかしい世界ができてるっていうような、そういう認識がやっぱり入ってこないと説明はできないんじゃないかなと思ったりはしています。皆さんのねコメントが、非常に面白いので、そういったところ触れたい方は触れていただいたらというふうに思いますね。はい、あと僕前回前回日暮らしのにホラー要素全然なかったですねみたいなことをね言ってたんですけど、そう、鉄平が優しいことがホラーってね、コメントがあって、あ、ほんまやと思って、さとこがね優しい鉄平に恐怖してる様子がねありましたからね、あ、これは確かにホラーやったのかもしれないってね、そんな感じのことを思いましたね。はい、こういう気の利いたコメントがねできるようになりたいですね。
はい、そんなわけで、まあ、関連作品に関してね、紹介していただくことはね、全然ありだと思いますし、僕も前回、漫画なかなか考察するにはね、いいねっていうことね、紹介させていただいたんでいいと思いますが、自分的にはまあ、卒がね、終わるまでは基本的にアニメのみでね、見ていきたいなというふうに思っています。はい。もちろん、旧作視点をね、持った方とね、やりとりとかね、話させていただく分には全然いいかなと思いますけど、まあ、ある意味、こう自分は、その、話半分に聞いてる部分がね、あるかなというふうには思いますんで、ご了承いただければと思いますね。はい。あと、まあ、ちょっと、卒のね、動画もね、感想考察動画もね、まあ、出せたら出したいなと思ってはいるんですけど、ただまあその点においては若干やっぱり旧作視点との住み分けは難しいなと思ってですね、現状やっぱりうまく住み分けコメントの方でもできないなと思ってるんで、やっぱり完全旧作に関係の情報を入れたくない方はコメント欄ね、見れるようにはなかなかできてないところ難しいなというふうには思っていますね。はい、この辺もねご意見いただければと思いますし、まあまあ多少今更旧作要素入ったとしても、新アニメがだいぶね、書いてくれてますんで、まあまあ、そういったコンセプトをね理解した上で、コメントの時にですね、あ、これはちょっと旧作要素入ってるなとか、若干ネタバレが強いなっていう時に、まあ注意事項としてですね、まあ旧作要素ありネタバレ要素ありみたいなのと改行、入れてもらえたら嬉しいなと思いますが、この辺の徹底がなかなかねルールとして、出すのが難しい難しいなっていうところなんで、ちょっと皆さんのですね優しさに甘えるしかできないっていうところにはなっています。はい、そんな感じですね。いやー、まあ日暮らしの泣く頃に、こんなにまあ楽しめるとは思わなかったですね、午後に関しては、まあダラダラとね話を述べるっていう感じのラジオ感覚的なね動画でやってきたんですけど、いやめちゃくちゃ楽しませてもらいましたし、まあイラストもたくさん描いたりやとかね、創作物も作ったり、変な動画も自分も作ってみたりやとかいうことで、まあ思っていたのよりもねかなりね楽しませてもらってですね、でこの辺においてはやっぱりその YouTube 動画でまあコメントね、いただいた方とかですね、他の YouTuber さんとのねつながりを作ってくださった方とかですね、もちろんですね、まあ動画として自分がまあ話ね、表他の方とのつながりできてきたのはですね、まあ2クール目になってるんですけど、1クール目に関してはやっぱり新規アニメ勢なんやってことでやっぱり温かく見守ってくださったですね、ニコニコ動画のコメントやとかですね、 YouTube のですね数少ないコメントとかにね支えられながらね楽しく、させていただきましたんでね、いや本当にもうね日暮らしの号に関してはもう幸せな、思いをさせてもらったんでね、感謝っていうね、そういったところでね、ありがとうございました。はい、そんな感じですね。まあまあまあ今後の流れとしてはまた卒が始まったらですね、感想動画とかをね出せたら出したいなと思ったりはしていますが、まあ基本的にはですね、僕の動画は気が向いたらっていうねコンセプトに、なってますんでね、まあ半年後、まあ3ヶ月後のことはまだちょっとわからないっていうことには、なっていますが、まあまあ楽しめる要素としてはまた楽しんでいきたいなというふうには思っていますし、またね旧作も含めてね、楽しんでこられた方とねやりとり、お話とかね、裏側に何があったのかの妄想みたいなのを考えるのは、楽しそうだなというふうに思っていますので、今後ともね一緒に楽しませていただければというふうに思っていますね。はい、そんな感じですね。まあまああとはですね、卒を待てばいいという、ことになっておりますので、だいぶ長い時間ね、お話もさせていただきましたしね、多分最初からねついてきていただいている方はほぼいないかなというふうにはね思うんですけど、とても楽しませていただきました。ご視聴ありがとうございました。また次回ね、ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。失礼します。ありがとうございました。